こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック71になります。今回は髪型を上手に仕上げるための基本ポイントを解説します。特にヘアスタイルアレンジはここを押さえておくことで誰にでも上手に仕上げることができるといった基本を説明します。前回顔の形に対して似合う分け目の位置について説明しました。分け目も仕上げに大きく関係しますので、まだ動画を見てない方は詳しく説明していますのでそちらもご覧ください。ファッション雑誌など撮影ではモデルの髪の長さが決まっていて、ファッションシーンによってヘアアレンジをしなければならないケースが多くあります。その場合ヘアの分け目を変えることでニュアンスを変えるとか、また髪の質感や毛流れを変えることでヘアアレンジをするのか考える必要があります。また外での撮影でシャンプーできない場合、スタイリング剤の使用も軽いものから重たいものへと使い方もヘアアレンジは考えて進めなければなりません。では実際何を考えて何をイメージして仕上げるのか、ポイントをはじめに説明します。まず分け目の位置、そして前髪の処理、ボリューム、髪の長さ、髪の動かし方、整髪料の使い方などです。もちろんファッションによって撮影のシーンによってイメージを変えることは最も大切です。そのためにも仕上げ方によってどのようなイメージに変化するかを心得ておく必要があります。その中から今回はショートヘアを使って髪の動かし方をメインにお話しします。僕はヘアスタイルを仕上げるとき、髪の動かし方をシェイクしてその場で自然に出た表情を生かすだけだと同じヘア仕上げにすることは難しくなり、再生することができません。ですので仕上げるときにイメージを決めて仕上げます。そうすることで同じようなヘアスタイル仕上げを再生することができます。その方法としてアルファベットをイメージして仕上げます。もちろん綺麗な毛流れの基本は植物の葉っぱをイメージするのが基本です。またアニメのイラストはいつも見て頭に入れています。イラストを描く人は髪の毛束の動きをバランスよく描くわけですから、すごく参考になります。初めのうちはイラスト画を見て毛束の動かし方を練習すると良いでしょう。もちろんショートヘアだけでなく、アップセットなどシニオンを作る時にも木の葉をイメージしたり、楕円の重なりなど何をイメージするかによって仕上がりに大きく影響します。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただきます。では早速動画をご覧ください。前回使用したウィッグですので、前髪はすでに短いのですが、このウィッグを使って変化させる方法を考えてみましょう。はじめにヘアアレンジ仕上げで考えることは、最初にパートの位置による変化を考え、そして前髪を下ろすのか上げるのか、ストレートかウェーブにするのかによって若さやムード、イメージが変わります。何を選ぶかによって大きくイメージが変わります。次に髪をどう動かすのかについて解説します。分かってしまえば誰でもできる方法として、アルファベットを使ったやり方で何種類か仕上げてみます。仕上げる前に何を考えるのかですが、可愛いイメージにするのか、少し大人っぽく仕上げるのかなど考えて、ストレートで前髪を下ろすのか、大人っぽく前髪を上げるのかなど考えます。まず分け目をつけるのか、横に流すのか、毛先の表情など考えます。最初にまず前髪を前に下ろす仕上げを行います。ドライヤーで前方方向にシェイプして動かしていきます。そして毛流れを前方方向に一体感をつけて溶かします。トップに少しボリュームをつけた仕上げにしてみます。はい、仕上がりです。分け目なしの仕上げです。
次に横から流して前髪を少し上げてみましょう。前髪を上げ横に流します。流し方によって大きくイメージが大人っぽく変わります。はい、仕上がりました。次にストレートアイロンを使って髪を動かしてみます。だいぶ仕上がってきました。仕上がりです。同じヘアカットスタイルでも仕上げによって大きく雰囲気が変わることが分かっていただけたと思います。ではもう一度仕上げを見ていきましょう。はじめは図解のように仕上げは大きな木の葉をイメージしてモヒカン風に仕上げました。次に前髪を上げた仕上げです。横から流し前髪を上げてみました。大人っぽく見えます。同じ前髪を上げた仕上げでもセンターパートだとまたニュアンスが変わります。最後はアイロンを使ってアニメのイラストをイメージして仕上げてみました。このイラストを頭に入れて、木の葉の向きや毛先の跳ね方によって仕上げています。では、いろいろな仕上げでアルファベットをイメージして仕上げてみましょう。はじめに前髪を下ろし、アルファベットの I をイメージして立体感をつけて仕上げるとこのような感じになります。横分けですが、アルファベットの A をイメージしています。前髪を少し垂らすだけで先ほどの横分けで前髪上げたのとはニュアンスが変わります。 A をイメージして立体感を少しつけています。ヘアスタイルは違いますがマッシュルームに仕上げ毛束の流れを M をイメージして流しています。次は大きな流れは S をイメージしてあとは立体的に作っています。次は X をイメージしてランダムに仕上げています。このようにアルファベットをイメージすることでいろいろな仕上げができます。毛先を遊ばせるのかそれとも毛流れを一定方向に流すのかによってもまた雰囲気が変わります。このようにアルファベットをイメージして仕上げることで同じ仕上げをもう一度作ることは可能になります。はい、いかがだったでしょうか。毛先の動かしはイラストを参考にしたりアルファベットをイメージすることで何回も再生して仕上げることができます。もちろん風になびくヘアをイメージして仕上げても構いません。仕上げるときに何かをイメージして仕上げることであなたの仕上げのクオリティを1段階ステップアップすることができます。
アルファベットをイメージすることで簡単で迷いが少なく完成度が上がります。ぜひ試してみてください。今回は髪型を上手に仕上げるための基本ポイントとしてアルファベットをイメージすることを解説しました。ヘアアレンジはイメージするだけでバリエーションが増えます。またブログの方でもいろいろ解説していますのでリンクを貼っておきますので暇を見てご覧ください。それでは皆さん、もしこのチャンネルが良いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますのでよかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。